ふせゆきチャンネル、皆さんこんにちは。ふせゆきチャンネルのふせとゆきです。お願いします。今回は2021年買ってよかったものをベスト5。イエーイ、ついに来ましたね。来ましたね、この時が、うん、1年間かけて一番買ってよかったものの、めちゃくちゃ使ってるものを厳選してたよね、うんうん、ほぼ全部ふせっちゃんが調べて買ったものよね。見つけてきたもの。いいよね、いい、素晴らしい。いや、もう皆さんもぜひ使ってほしいから、うん、ね、紹介していきましょう。はい、じゃあ早速やっていきましょう、はい、じゃあ第5位、ドゥルル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 短縮化できる。コンパクトに使えるし、うん、でこの幅も好きに選べるんだよね、うん、この細い皿、じゃ薄い皿しかない人は考えないし、うん、ね、そんな人いない。分厚いのよ、これ。分厚いこともできるし、このここは分厚いのでここは細いのはできないんだけど、うん、でもさ、うちのお皿も統一感ないけどさ、うん、全然使えてるから。大体ね、多分これぐらいで、これぐらいで使えば。大体ほぼ入る。この大きさ覚えてもらえる。これまずおすすめ。おすすめ。あとこの素材がステンレスだから、うん、水場に置いても錆びないし、うん、別に水場に置かなくても、うん、棚とかにこれ入れてあげれば、うん、お皿今、うん、平積みでしまう人多いと思うんですけど、下のやつ取るときとかね、こうやってなるから、うん、そう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 、こうシュってね、かっこよく取れる、ね、れスマートにこうスって取れる。そう、ね、そう、これめちゃくちゃおすすめです。で値段は600円くらい、うん、で IKEA で売ってるはず。ででも楽天とかで買ったら2000円とかするみたいで、 IKEA 公式で買うのをおすすめします、うん、おすすめします。 IKEA が近くにないと、いくら以上とかじゃないと、じゃないと配送してくれないから、うん、近くにある人は行って買う。そうだね。で、まあ、他の家具と一緒に買うとかしたらいいかな。でもこれしか欲しくないよって人はメルカリとかあ、そうだね、で探したらいいのかなっていう感じです。どこで買ってもいいから、とりあえずおすすめ。めっちゃおすすめ。いいよね、これ。これおすすめです。これが第5位ですね。じゃあ次、第4位、ドゥルル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 ルね、結構ミニマリスト寄りだからさ。あ、そうそうそう、ね、私ら私がね、確かに無駄なものは一切置かないタイプなんだけど、うん、パキラちゃんは無駄じゃなかったね。うん。初めでも私観葉植物とか置かないって思ってたけど、ね、うんうん、なんかめっちゃいいらしい、観葉植物を置くとストレス低減効果みたいな。デスクとかにもちっちゃい観葉植物とか置いたら仕事中のストレスもめっちゃ下がるらしくて、うんうん、その話を聞いてから置こうと思って今テレビの横に置いてるよね。よかった。あと、あのインテリアとしてもめっちゃいいよね、うん、そうそうそう、本当に整理しちゃうとさ、生活感ないし、ね、うん、なんかね、おしゃれではないよね。やっぱおしゃれな家とか調べたら絶対あるからね、うん、でも結構世話するのも大変だしさ、うん、ってところでパキラちゃんなのよね。めちゃくちゃ優秀だからね。そう、世話が簡単っていうので選んでしまいました、うん、すみません。でも可愛いよね。めっちゃ可愛い。世話もそう1週間に1回ぐらいお水やったらよくって、そうそうそう、日光も別に当たらなくても大丈夫だから、そう、なんならあんまり強い日光は苦手みたいな、うん、当てない方がいいから、室内向けの観葉植物向けの植物なんで、うん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 、でも寒さに弱いみたいなんよね。で、そう、私らが2日間旅行で開けた時に寒かったみたいで、うん、そう、しおしおになっちゃったよね。ちょっとね、ちょっと歯がの色が変わっちゃって、今まだリハビリ中で、うん、そう、ちょっとねしおしおしてるっていうとこもあるけど、ごめんね、うん、で、なんかそう、ちょうどみちょぱさんが私らがこれを買った日にストーリーで、ね、パキラが枯れちゃったみたいなストーリーを上げて、うん、でさ、多分寒さでやられてるっぽいんだけど、びっくりしたよね、やばいやばいみたいな、ね、でも見た目的にちょっと南国っぽいからさ、やっぱ寒さには弱いんだろうね、うん、多分そうだから、これ見ていいなって思った人は春先ぐらいに見に行くのがおすすめです。 IKEA で買ったよね、これも。これも IKEA の IKEA の回し物みたいになってるけど、同じ買い物で買ってるから、ね、確かに。これ今
買った時のまんまの鉢なんですけど、うん、これをねアクタスとかそういう雑貨屋さんみたいなところで売ってる、うん、かっこいいのね、可愛い鉢とかインテリアとしてももっと良くなるし、うん、めちゃくちゃおすすめです、うん、あとなんかあのサイズもこの鉢を大きくしたら結構成長するし、このままの鉢だったらあんま成長しないみたいな感じで、そうそう、うちではこのサイズでがいいから、もうちょっとこの鉢のままでそうそう、ね、大きくしたい人は全然もうちょっと大きくなる、うんうん、鉢を変えていけばね、うん、これぜひ第4位でした、第4位でした、第3位、ドゥルーダーン、マイトレックスのマッサージガンです。そんな名前なんだね。知ってる人も多いんじゃないか、なんか有名みたいね。今マッサージガンのブームみたいな感じになって。ああ、そうなんだ。これ有名なんやったら紹介はいいか。確かに。もう知ってるよってなんか。こういうやつですね。マイトレックスリバイブってやつですね。うん、こうやってマッサージガンここで持って、ここにこういう押し込むやつをキュッってやってつけて、でこれでグーってやるっていうマッサージ機。でいろんなサイズがあって、うん、この取り付けのところがこれとか。だったら腰とか、うん、大きめのやつだったら背中とか、なんかこの細いやつは足の裏のツボとか、この平べったいのはふくらはぎとかで、なんか説明書に書いてるんで、 それを見ながら部位ごとにめちゃくちゃ効くよね。めっちゃ気持ちいい。肩凝ってる人とか、うんうん、そうめっちゃマッサージをしてもらってたんだけどね、うんうんうん、寝るときにおせっちゃんの親指がねやられていったから、ね、楽になったでしょ。めちゃくちゃ自分で買ってるけどね買ってあげて楽になったでしょうじゃないけど、自分でねしんどいから自分探したから自分でいいよね、お互いにもできるようになったりさ、ゆきさんに知ってもらうってなったらやっぱり女の人の方が力弱いからさ、うん、なかなか効かなかったりするけど、これだったらでもね、こうやってやってるだけでいいからね。そう、これ重さ 500g ぐらいで、これの重さだけで十分に、うん、あーなるほどね、押し込まなくてもいいし、でこれのいいところはここの中に入ってる振動吸収のやつの性能がいいみたいで、うん、へー、あーじゃあしんどくないんだ。そうで、これ2万円ぐらいするんですけど、うん、安いやつと何が違うか、振動吸収が全然違う。安いやつやったら手の方に振動しちゃうか、しびれちゃったりとか、この肝心のこっちの方に力があんまりいかなくて押し込んだら振動止まっちゃうとかっていうのがあって、でもその点これはめちゃくちゃ優秀っていうので、すごいいい情報買ってたんですよ。何も知らなかったでこれ充電式になってて、下に USB-C の端子が入ってて、これで充電するっていう形になってます。うん、電池いらないからね、うんうん、めっちゃいいよね。いちいちなんか電池買いに行かなくていいのはめっちゃいい。そうそんな充電してないから、うん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 、充電持ちもめっちゃいいよね。いい、1週間は絶対持つと思うし、うん、でこの充電コードないよって人も元々のこの箱にね、これセットそれでついてるから全部セットで買えるんで、セットでしか売ってないよね多分そっか私買ってないからね。そうなんだね。何も心配なく使えます。これ1個壊れたらじゃダメなんだ。いい、ね、ああ壊れることあんのかな、この硬いやつそうだね、うん、壊れたら買うのかもしれんけど、これめちゃくちゃおすすめ。おすすめ、安眠効果ある。そうで恋人同士とかでマッサージすると、うん、その人間関係的にもいいらしくて、そういいらしいからね、コミュニケーション増えるからかな、うん、多分そうだね。なんでめちゃめちゃおすすめなんで、ぜひ寝起きもちょっと違うしね、あの眠りに入る時も全然もうすぐ寝るもんね私俺もやってほしいのにさ、気がついたの寝てるもんね。先にやってもらったらもうね、寝てるからやってもらえない。申し訳ない、俺が先にやってもらいたい。そうだね、そうするわ、順番。そうだ、うん、その方がいい、ね、うん、もう5回ぐらいそれねやってんのに ね同じ失敗を繰り返してるね確かにそう、でもそれのくらいおすすめ、本当に、ね、第3位でした。第3位でした。検索機第2位、ドゥルーダーン、ブリタの浄水器です。イエーイ、毎日使ってるね。これは本当に毎日だね。本当におすすめ。これなしで生活できる？できないよね。そう。もう友達とかに喋ったらもう絶対欲しいって言われるもん、これ。買うみたいな。めっちゃいいよね。売ってる私これ。そう。これパーツが合計4つかな出てきてて、ここが今蓋がついてて、この蓋を剥がすと。いいのかな、こういうのがついてて、うん、この下がそれになってます。でここに水道水入れてあげると、ここでろ過されて下に浄水されたやつが溜まっていくっていう形で、なんかやることはもうこのカートリッジっていうのをはめて、うん、あとは水を入れるだけ、うん、で毎日森の天然水みたいな、あ、美味しい水が飲めるっていう
おすすめ。本当に水ペットボトルで買ってる人とか、うん、2リットルの買ってる人とかは、そうこれでいい。だって水道水無料よ。そうね、なんで買ってるっていう、ね、いやそうだよね、うん、でしかもさ、水今日届くからこの日はちょっといなきゃとかさあ、そうそうね、そうそうそう、宅配にしてもそうだし、持ち運ぶにしても重いし、重いしゴミも出るし、出るし高いし、高いしもうこれなのよね。そうマジでめちゃくちゃいいよねこれ。全然ブリタの社員とかじゃないからね。そうだね、本当にただ怪しいけどな。ただそうだよね、売りすぎて怪しいよね。でそう、このカートリッジ何してるかっていうと、なんか炭素とかが入ってて、うん、活性炭みたいな、うん、やつでその汚れとかゴミとか、ね、塩素とかを全部吸着してくれて、うん、美味しい水にしてますよっていうやつ。本当にね、買った方がいいよね、地球のためにも。いや本当によ、めちゃくちゃエコになるしね、うんうん、で、この容器自体は何種類かあって、うん、これは 1.3 リッターくらい入るやつかな、うんうん、この容量が。で、もっと大きいやつやったら 2.5 リッターとか、うん、大家族やったらもっと大きいのもあるはずだし、うんうん、まあ、使いたい容量に合わせて買ってもらったらよって言って、うんうん、で、このカートリッジはだいたい8週間から75日、うん、8週間から 2.5 ヶ月くらい持つっていうことみたい、うん、あでも飲む多分頻度によっても変わるよね、うん、そうだね、そうだね、ここにメモリがあって、うん、多分いっぱい通った分だけこうどんどんメモリが減ってって、そう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 、なくなったら変えてくださいみたいな感じだから、うん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 、水めっちゃ飲んだ方がいいからね。めっちゃ飲んだ方がいい。そこなんよね。水をそう飲むほどいいやん。なんかモデルさんとかも飲むって言うけど、うん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 、そうやって水買い出した人とか多分多いと思うけど、うんうんうん、これでいいからね。そう。これ飲み放題。飲み放題、ね。最低2リッター飲んだ方がいいらしいからね。ね、そうモデルじゃなくても飲んだ方がいいらしいね。ふせっちゃん情報。そう。いろいろ調べてるからね。で。うん、実際そうじゃよくなってくる。そうそうそう、私がスイちゃんと付き合ってからスイちゃんがもうねバカみたいに水を飲むのをずっと一緒にいるとき。でなんかちょっとねそれってか、まあ、進めてくるしね、なんか水飲んだらみたいな、そうそうそう。でめちゃめちゃ飲むようになったらめちゃめちゃ体質良くなったし、めっちゃ痩せたし、また今ちょっと戻ってきたけど、そうだいぶ変わるから本当に水をおすすめ。そうで、しかも水飲むだけでストレス低減効果があるから、ね、らしいね、なんかねイライラしたなと思ったらお水コップ一杯飲んだら、うん、ちょっとスッキリする、うん、本当にあるらしいから研究結果で。でその時にねペットボトルの水切れたらね、そうね、ストレスまたもうバーン危ないからね。そう、これやったらね、うん、これやったら大丈夫だから。で、これは本体が2500円くらいで売ってて、この箱側ね、うん、ケース側で、このカートリッジは6個入りで4000円くらいで売ってます、うん、だからこの6個入りで1年くらいだけ持つから、うん、もうこの全部で6、7000円くらいかな、年間、うん、1年目は、ね、2年目からは4000円くらい、うん、絶対ね、そうお水買うよりはどう考えても安いのよ、うん、水大量に飲んだ方がいいから、うん、それを考えるとそう絶対に安いよね。そう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 、うん、まあ、水道水飲むのは抵抗あるから、あそうそうそう、水買ってる人とかは、うん、マジでこれ買ったら買った方がいい。水道水飲んでる人はまあいいかもしれない。あ、そうです。飲んでいたらいいかもしれない。別に買わなくていいけど、美味しい、そうだね、美味しくなるからね。美味しい水を飲みたい人はもう、もともとはそうだよね、水道水飲む派やったけど、あ、そう、飲む派やったけど、そう、場所によって、うん、やっぱ美味しくなかったりするよね。そうだね、やっぱ都会が美味しくないから、うん、これあると美味しく飲めるから、美味しく飲めるし、私はストレス溜まりすぎなんかな、水だとずっと水飲んでるから、だとしたら夫婦円満の秘訣だよね。あ、私結構水進めるのいいかもね、相手が喧嘩してさ、なんかイライラするなと思ったらちょっと水飲むみたいな。いいかもしれない、おすすめです。これで入れて出してあげたら、ね、うんうん、いい関係が築けます、うんうん、2位でした。これで2位でした。マジでみんな買ってほしい。本当に次もね、みんな買ってほしいよね。本当にベスト5全部いい、全部みんな買ってほしいね。持ってる人以外2個目はいらないんだけど。じゃあラストいきますか。はい、第1位は スイッチボットのカーテンを自動で開けるやつです。それは名前ないんだ。名前わかんないんだよね。いやこれはもう堂々の1位だね。そうだね、堂々の1位。毎日恩恵に支えられてるよね、こいつに。ちょっと説明してあげて。あ、これはねカーテン自動で開けてくれるんですけど。それだけだよね、でもそう、割とそう、カーテン自動で開けてくれるんですけど、まあ仕組みとしてはこの
2個ローラーがついてて、このローラーをカーテンに差し込んでくるってやってカチャンってやったらこう動けるようになりますよっていうので、ここが時刻の記憶、うん、いつ開けるとかっていうのをやってくれる。そうだからスマホで何時ってやったら、うん、その時間に見えて開いてくれるの。そうすごいよね。めちゃくちゃいい。めっちゃいい。だから目覚ましかけるのと同じ感じで受けれるから、うんうんうん、で何曜日は開けてほしいけど、うん、この日はやめてほしいとか、うん、とかもね、曜日で選べるから、うんうんうん、土日はゆっくり寝たいとかね、うん、めちゃめちゃおすすめ。めちゃくちゃおすすめ。で目覚まし時計とかでさ起きたらめっちゃストレスやん多分。また話してる。でもスマートフォンみたいなんでさ、蛍光灯自動でつけるお店とかってあると思うけど、ね、全然違う。全然足りんよ。あの全然違うらしい。あの蛍光灯の光と太陽の光の光のあれがね、うん、強度がルクスとかがもう桁が違うから絶対に太陽の方がいいらしくて、絶対こっちでやった方がいいですね。そう、動物はそれで起きるようになってるから、頬を浴びるとセロトニンっていう抗うつ物質が出たりとか、うんうんうん、わかんないったら話して出たりとか、まあ、気分も良くなるし、良くなるから、ね、アドレナリンとかも出たりして元気にもなったりするから、うん、本当におすすめよね。めちゃくちゃおすすめです。そういう情報好きよね私は多分。なんかストレス低減とか、ね、そういうのをどんどん発信していくんで、うん、ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそうだね。あ、で実際にどんな風に動いてるかっていうのが、あ、こちらで、あ、こっちに行くか、あ、私らが行きますこんな感じで、これお昼に撮影したからあれなんですけど、このお昼に何時何分に開けて、うん、何時何分に閉めてっていうのを今動画でやってみてます。めちゃめちゃね、ちゃんとした時間にやってくれるから、そうぴったりちゃんと、うんうん、だ携帯だから狂わない。そう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 、携帯と繋がってるんだよね。そうそうそう、それがいいよね、うん、し普通にカーテンとしても使えるよね、うんうんうん、普通にピュッてやったらウィーンって自動で開けるから、つけた方がいいよね、カーテン。カーテンがある家にはあった方がいい。ある寝室にはつけた方がいい。そうだねない家って何監獄みたいな。あ、そういうこと、窓がないってことね。窓がないはあるかもしれんね。そうそうそう、これも充電式で、さっきと同じ USB-C、うん、ここに差し口があってなんですけど、これもでも半年とか持つはずだから、うん、ね、変えてるとこ見たことないから。そうそうそう。でこれの最新版なんかな、ソーラー充電がついてるらしくて、なんかこの充電しなくても、うん、カーテンで2個当たるからさ、自然とそれで自然に充電してずっと使えますみたいなのもあります。え、買ってんのにそれ調べてるってこと、新しく出たやつ。もう満足するよね。だったら、いや、すごい。好きなんだよね。もう生活より良くしていくのは大事。そうそう。そういうのを買ってもいいかもしれませんね。うん、で、これも Amazon とかセール安くなったりするんで、うん、セールの時狙ってください。そういうのも発信していきます。そうです。これ生活変わるよね。本当にいいと思う。てか、もう目覚め、朝大事じゃない、一日のさ、なんか、スタートだからね。そうそうそう。めちゃめちゃ良い。めちゃくちゃいいと思います。これが第1位でした。いやー、ね、今年の2021年の買って良かったもの、うん、ベスト5、ふてっちゃん調べ2人で使って良かったものね。あ、そうね、うん、来年もやりたいね。そうだね、来年も、ね、22年バージョンもやろう。やろう。これが人気出たらね、1月に買って良かったものとかね。あ、そうね、ちょっとね、刻んでいくんで。そんなもの買う、買わないもうでも本当におすすめ、この5個はもう買った方がいいです、うんね、買ってみてください、はいはい、今日も動画を見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントお待ちしております。バイバイ。いや、めっちゃいいよね、うん、生活が豊かになる、ね、すごい、ふせっちゃんがありがとうございます。ありがとうございます。